より鑑賞会を開催いたします。司会を務めます宗像市観客課の長谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに宗像市環境課長高倉陽介よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。私は宗像市の環境課長の高倉と申します。本日はですね、本当に暑い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。この会はですね、鑑賞会としては今年が7回目ですね。そしてバスツアーとしましては、昨年からコロナでちょっと中断してたんですが、昨年から再開しまして、本日ですね、無事迎えることができました。これも何よりですね、宗像かのこゆりの会のお顧問であります吉田博美様、そして会員の皆様のですね、日頃のご尽力によりまして、このような会が開催できております。さてですね、皆様よくご存知の通り、宗像市固有のですね、かのこゆり、これが、平成23年に確認されておりまして、それ以来ですね、宗像市では、かのこゆりの会の様とですね、共同でですね、このかのこゆりの保存、増殖、普及ということで取り組んでまいりました。中でもこの蛍の里公園、そして社会広場ですね、こちらで、かのこゆりの会の皆様にですね、栽培育成に取り組んでいただいております。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。で今日はですね、この後申し込んである方につきましてはバスツアーということで市内ユースのガーデンをですね回っていただくということで、存分に楽しんでいただければというふうに思っております。またすでにかのこゆりの種をですね今日お配りしておりますので、ぜひ自宅でですね育てていただいてですね、この活動にですね今後ともご理解ご協力を賜りたいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。それではですね、最後になりましたけれども、かのこゆり会のかのこゆりの会、そしてここにお集まりの皆様でですね、今後のご検証をご記念いたしまして挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、かのこゆりの会を代表いたしまして顧問の吉田博美さんよりご挨拶いただきます。ご紹介をいただきまして、吉田でございます。今お話がありましたようにですね、宗像市のかのこゆりについていろいろ取り組みをしているんですけれども、ではなんでですね、宗像市の花がかのこゆりになったかというのは、この冊子の中にちょっと私少し触れておりまして、かのこゆりは日本が原産なんですね。日本とそれから中国にちょっとあるみたいですけど、日本が中心になってますけれども、非常にですね、全国でもごくごく限られた地域、実は四国と九州にしか自生地はありません。それもですね、ごく限られたところ、3年目になったら茎が約30センチ、5年目になったら5、60センチになって、早ければ4年目でこれ、はい、あとはね、条件が上がったら、実はこれ全部、さっき言った市内の4カ所、だから市政が一つに相談して種を分けてもらえるんですけど、それを一生懸命増やしてもらって、でちょっとですね、バスツアーが10時半からということなんで少し長く喋ってますけれども、話が終わった後ですね、希望者の方、それからバスツアーに行かれる方は、この理由の関係の現物を見ながらですね、少し話をしていきたいと思います。ちょっと勉強ちょっとから終わった後に見て話を聞いていただきたいと思います。あとちょっとこれ全部あるんですけど、私も今度会えたからいろいろあるんですけど、ぜひですね、せっかくの宗像市の日本全国でも、僕宗像市の市の花、あるいは市の町に来たところはどんだけあるか、僕は調べた限りによっては宗像市に含めて5カ所だから、宗像の花声では市の花になってけど、鹿児島県の栃木島以外はですね、ほとんど活動らしい活動を与えてます。栃木島に1年前行ったんですけど、いろいろ作ったら昔はね、死ぬ力が入ってますって話をされましたけど、
はですね、星木島に行く大きな船が、船の横に鹿の声の絵がバーッと立ってて、バス停とか全部鹿の声の写真があったりとか、まあ、結構、うちのそばにも、さらに出てある写真がありますので、ぜひですね、出たら皆さん、友達になったり、お兄さんに出たりとか、ぜひやっていただきます。今後とも鹿の声の絵をやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。内田先生をはじめとして鹿の声の皆さんに普及の活動やですね、実践に取り組んでいただいて、市内の多くの場所に鹿の声が広がるようなですね、市内の景観を広がるように、皆さんの癒しとなるような景観を一緒に作っていただきました。ぜひ今日ご参加いただいた皆さんもですね、種をお配りしてますので、一緒に楽しんで育っていただき、今後ともご協力いただけたら、ご理解を、この方からのご理解をご協力いただけたらと思います。それでは最後にですね、こちら、うちだけ小説の話からもあったと思うんですけども、抽選会の方も始めさせていただきます。今日ですね、受付の際にお配りした番号札、手元にございますでしょうか。それより抽選ボックスの中からですね、番号が書かれた抽選券を1枚ずつ読み上げていきたいと思います。ちょっと見にくいんですけども、アルファベットを振ってますので、A から順番に聞いていきたいと思いますので、では A の鉢植えからいきますね。16番。16番、おめでとうございます。ちょうど鑑賞会が終わった後にお渡しして、14番。2番。2番の方。来てるか。12番。10円になります。見てみます。1番。それではありがとうございました。アゲアチョウがですね、来てから3つを過ぎた時に花粉がくっついて、それが後輩になる。でここにずっと来て、今まだ花が少ないけど来てないけど、ちょっとね、アゲアチョウが大体来てから飛んで回ってますんで、もしアゲアチョウが来たら種がつきます。来なければ種がつかないけど、種取ろうと思ったら自分で花粉をくっつけたらいい。私は家のやつは、家のやつは全部くっつけてます。その時ですね、そこに今ちょっと色の薄いやつが真ん中の方で、鹿の声でも赤は濃いのがほとんどですけど、そういった薄いのがね、紫は結構ある、ステージがあるんです。中にはですね、真っ白があると、ここの中にね、白の穴が3本あるんです。ちょっと見たらまだ開いてないけど、わからんみたいですけど、種で増やすと、いろんな遺伝子が入ってくると、いろんな色がこう出てきてしまう。白を取ったら、葉っぱで言うと白かきと、他の遺伝子が入ってくると、他の色が出てきますけど、白が出てくる可能性が出てくるから、私の家に来られたら、白だけ欲しい欲しいって言って選んでからそれだけ植えとけ、白だけこう咲いてますけどですね、でいろんな花を見たいなと思ったら、自分で今のこういうやつはこういうやつ、こうしたらこういうのが出てくるし、薄いやつしたら薄いやつ、そういったやつは意外と人気なんですけど、ネットでしたらえらい高い、えらい高い、珍しい人は買う人はあるんですけど、あと管理は先ほど言ったやつですよね、水をかけんやったら下の葉っぱはきなこってすぐ落ちます。葉っぱ落ちたら太りませんので、とにかく水はかけてください。大体花があると見るけど水をかけるので、花が終わったら忘れるので、ああ、かけたらやったって言ったら葉っぱを取るものになって、とにかく葉っぱが早く落ちたら、結構ですね、夕方に行ったら下からこう、こう、空間に当てくられない。そこは、ね、意外と下から空間に当てくられない。空間に当てくられないから、空間に当てくられない。ありがとうございます。では以上をもちまして、鹿の声鑑賞会を終了いたします。ご来場の皆様におかれましては、引き続きですね、鹿の声の花を存分にご鑑賞いただけたらと思います。また事前にですね、ご予約いただいたバスツアー参加者の皆様にはですね、この後バスに乗車 していただこうと思いますので、少しこちらの鹿の声ですね、
山田本里公園の金子よりの説明をして、その後バスで乗車したいと思いますので、このままお待ちいただけたらと思います。では以上をもちまして鑑賞会を終了させていただきます。本日はどうもお集まりいただいてありがとうございました。このラジオで球根が下から先に回って球根の地面の中に小さなこういうふうに頭ぐらいですが、2個とか3個とかくっついてるんです。それでどん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 増えていくんですけど、ここは意外と、ね、見えにくいですけれども、植えっぱなしでも5年でも10年でも別に構わないんだけれども、やっぱり3年に1回ぐらいこう持ってやって小さな規模と大きいやつを分けて植えられたら、非常によくどん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 していきますので、3年に1回ぐらいと思って盛り上げられて、生育は状況が悪いなと思ったところらへんは、生育が良かったところらへんに行っていきます。鉢でもね、十分花が咲きます。ただ、ね、水を忘れたらすぐに絞りますんで、鉢で作られる方はね、水やりは、とにかく10月まで水やり忘れんこと、それでもあって、11月になったらもう枯れて大丈夫です。若いね、種まいたやつ、今日見たら出せる。1月、2月ぐらい芽が出てきて、もう今ぐらいは、6月ぐらいには種まいたらやっぱ枯れます。それから2年生、3年生のやつも、早く芽が動くのやから、もう7月になったら、今日来てもらったら大部分も枯れてしまいますので、早く枯れた件して、もうダメになったじゃない、下に球根は必ず残ってますので、そのまま置いてもらっとくと来年正月明けたら根が動いてくる、すぐでも可愛がってやっていただければなというふうに思います。でも あそこの色のちょっと薄いやつがあるでしょ、かなり薄いのがね、そこの、ね、一番手前のそこのところで白、真っ白があるんやけど、多分その多分それやろうと思うやけど、真っ白って真ん中へとで奥にあったら奥はイノシシやられたことないということで、たくさん増えてきたら、まあ、いろんな色を考えたら、たくさん持ってやつは白が落ち、白が落ちちゃうので、白の種だけ取って別に種まいてます。また何か機会があると差し上げないと、あれもかなり色薄いでしょ、薄いやつもね、いっぱいあった中あったらこう目立つのでいいと思います。いやですね、もう時間になりましたんで、松田の方はバスに乗っていただいて、1枚だけプランターに割っとるやつ、それがですね、今年の2月に種まいたやつ、これから3年ぐらい、3年目、これは4年目なんで、4年目はこうやって花が上がってきます。種まいてプランターに、この長いプランター1つにちょうど100球ぐらい種まけますから、こうやってこのくらい伸びてきたら、これそれがついてないですけれども、こんな背が高いやつは4年目で花がついてきます。一品ついたやつはもう来年は、一品ついたら、その年は条件が良かったら2、3人花がついてきます。これ、冷やして、で、園内ですから多分
って僕はそこのサルセンの木を持ってって一本植えてもらったらそれでこの辺は疲れるのがある。中に大体でも葉っぱは生き残りますね。水かけとダメや、ここで実家にここは結構まあ残ってますね。だからこの中で同じレベルそれとけ放っといたら水がずっと溜まってしまって下に入っていくようにちょっと草刈りこせない感じですね。これをですね、このカノコよりはあのセルフ自分で自分の花粉でこう花粉がつくんですよ。こうしてやる、うん、墨がつきます、うん、でこの先はねこうドローっとしてるんです。これ白っぽいやつがあるでしょ。これも赤の斑点が薄くちょっとあるんですよね、はいはい、これも赤の斑点がちょっと薄いじゃないですか、うん、でこれはこう濃いじゃないですか、はいはい、でこんなやつをしたいなと思ったらこれこの分でこう自分のところに親にこうこうでこうセルフでこうかけてやる。そしたらこれが出てくる確率が非常に高くなってくる。白っぽいやつが欲しいなと思ったら白通ししちゃって赤のこんな、これが昔からの、あのいわゆるカノコエリで楽譜がこう赤くて中の斑点がいろいろ濃いやつです、うんうんはい、これでそれにこうなんだなんだこう薄くなってくるような中の色が薄いでしょ。で さっきみたいにもうほとんど白にこう近いようなやつがあるし、うんさっきみたいになんかどっか何かよか白があると思うんですけど、そんな感じでまあ自分であのこんなやつを増やしたいなと思ったらこれを種まくか、この根元にですねあの小さなこんなやつはあの木号といってキノコ球根の横にこうできる子供が必ずできますから、それをこう伸び上がってきた分で何年かに1回掘り上げてこう植えてやったら球根がずっと増えていきます。でここはねもう植えて5年目か6年目になるんですけど、植え替え全然やっていません。だから太るやつは太る、枯れるやつは枯れる形になってくるからね。自分であの10カ所ぐらい僕は枠を作ってここありますね。あそこバスは向こうにありますので、トイレ行かれる方はそこで別用のトイレもありますので、トイレ済ませてください。大塚の虹の向こう側。